すみません、渚のお友達だったなんて。恥ずかしいです。そうと分かってたらあんな姿見せなかったんですけど。 気にすんな、サナエ。こいつは少しイカれてるんだ。お客さんにそんなこと言ってはいけません。まあ何にしても、めでたい。こんなに早く渚が友達連れてくるなんてな。それも男の子ですよ、アキオさん。何？男だぞ。 もしかしたらボーイフレンドかもしれませんね。くえい、こんなやさ男に渚を渡せるか。帰れ帰れ。こら、それでも男か。男なら力ずくでも奪っていくもんだろうが。と言っても渡さんがな。 召し上がってくださいね。こっちのパンは人気あるんですよ。とても美味しいと思います。ただいま帰りました。お、お姫様のお帰りだ。 仲良しになってます。おお、任せておけ娘よ。渚の友達を退屈させるなんてことはしません。どうした、アホ面しやがって。 すでにこの通りちょっときつめのギャグも言い合える仲だぜ。よかったです。今日の晩ご飯はパンですか？いや、これはお祝いだからな。こいつに持って帰らせりゃいい。じゃあ材料買ってきましたから作ります。 二人で仲良く待っててくださいね。<笑>夕飯はまともなもんが出る。安心しろ。 いいお肉があったので、とんかつにしました。とんかつ 若造もそう思うだろう。そういえば、お名前聞いてなかったですね。岡崎さんです。岡崎智也さん。かー、みみっちい名前だな、おい。岡崎銀河とかにしとけ。スケールでかいだろう。いいですね、銀河さん。
ってお呼びしていいですか？そうしたらあれだ、名字を大宇宙にしろ。大宇宙トモヤだ。これはまたできえだろう。いいですね、大宇宙さんと呼んでいいですか？いちいちケチつけるやつだな。さない、いい案ないのか？コズミックトモヤというのはどうでしょう？それ最高だ。コズミックさんと呼んでもいいですか？なあコズミック、渚の学校での生活ぶりはどうだ？な、コスモ。遅くなっちゃいましたけど、よかったですか？岡崎さん？ん？何がです？そうですか？これはまた智也君に迷惑をかけてしまったかな。よろしければ。あなたをお連れしましょうか？この町の願いが叶う場所に。
なところで何してるんですか？不思議です。さっき家に帰りました。家に来ようですか？こんな時間？不良さんでしたね、岡崎さんは。大変そうです、不良。でも、暇そうです。いえ。演劇の練習です。いつも夜の公演で練習してるんです。今日はちょっと遅かったです。いつもはもっと早いです。だから大丈夫です。それで戻ってきたら岡崎さんがいましたから、ちょっと演技見てもらいました。何か感想もらえると嬉しいです。明日は学校休むと思います。岡崎さん、冗談がきついです。涙出てきました。岡崎さん、まだ帰らずにどこか行くんですか？明日また遅刻します。それは、本当にそうなんですか？今も信じられないです。岡崎さん、全然不良の人っぽくないです。お父さんと喧嘩してるって、そう言いました。それと、関係ないですか？お父さんと顔を合わせると喧嘩になるから、お父さんが寝静まるまで外を歩いて、それで遅刻多くなって、みんなから不良って噂されるようになって。違いますか？本当に違いますか？できます。そうさせるのは、岡崎さん自身ですから。きっと、何か理由があるんだって、そう思いました。岡崎さんは私を勇気づけてくれた人ですから。だから私も力になりたいです。勇気をあげたいです。それはダメです。立ち向かったりしたら分かり合わないと。それはとても時間のかかることです。もしよければ、私の家に来ますか？少し距離を置いて、
お互いのこと考えるといいと思います。お二人は家族です。だから、距離を置けば絶対に寂しくなるはずです。そうすれば、相手を好きだったことを思い出して、次会った時には、ゆっくりと話し合うことができると思います。それに、ちゃんと夜になったら寝られて、学校も遅刻しないで済みます。一石二鳥です。どうでしょうか、岡崎さん。岡崎さんは、そうしたいですか？どうしてでしょうか？別に好き勝手してもらって構わないですけど。何をでしょう。はい、わかりました。なんか余計なこと言ってしまったみたいで、ごめんなさいです。はい、おやすみなさいです。